新木曽川駅は愛知県一宮敷木曽川町黒田山の通りにある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH53。当駅で優等列車が普通と緩急接続を行うことが多い。快速特急、特急、快速急行、急行、準急、普通列車が停車する。対比設備を備えた2面4線の島式ホームを持つ。 駅員配備の地上駅、岐阜川に片渡り線がある。駅舎は東側にあり、2つのホームとはエレベーター付きの古線橋でつながっている。京上駅舎ではないため駅西側には直接出られない。ニュース会や当駅通過の特急は時速 120km 近くで通過する。ホームには駅自動放送装置のほかに通常のサイズを一回り小さくした小型の LED 式列車案内も設置された。2016年頃に、駅舎上のマンションが取り壊された。1999年5月10日、ダイヤ改正までは一部の特急が特別停車していたが、利用が少ないことから、同改正で通過となった。その後、約9年半後の2008年12月27日改正で、朝ラッシュ以降の停車が復活した。 2000年3月21日改正改正から2001年10月1日改正までは、新岐阜駅スカグチ駅間の列車の一部が当駅、伊北急行、当駅以南普通に種別変更していた。現在のダイヤでは、急行が当駅で特急を退避することはないが2005年から2007年には、日中に下りの約半数が退避していた。当駅終着。 始発の営業列車は存在しないがシニアに、名鉄岐阜駅や、名鉄一宮駅から当駅まで改装されてきて、夜間退泊する列車がある。特急停車駅としては、利用客数は少ないが、当駅で特急列車と普通列車との環急接続が行われており、相互列車間の乗り換え需要がある。ありがとうございます。